観音小説の奥義。成功描写の方法、まあ、いわゆる69の表現ですね。69、6と9って書いて、フラチオとね、クニリングスをお互いにし合うってことなんですけど、はい、どっちかというと若い方が、若い時がね、結構好きなんじゃないでしょうかね。うん、私自身もやっぱり若い時にはしてたけど、年を重ねるとあんまりしてないなって感じですね。はい、それでは読んでいきます。シックスナイン表現。ヘラチオとクニリングスはやがてシックスナインという単位へ移行していく。多くはフェラチオの体制から女が男の顔の上に乗るという形になる。男には女性器が丸見えになって舐めやすいし、女は頭が自由だからフェラチオが楽である。はい、それでは読んでいきます。いきます。ハイヒールを脱いだおばがいそいそとベッドへ上がってきた。躊躇なく体を反転させて、新一の頭の両側に膝をつき、下腹部にそそり立った肉棒に顔を寄せてくる。無意識のうちでに両手で太ももを抱きしめ、目の前に迫ってきた祖母の股間を新一はじっと見つめた。あふれた蜜液が内ももの方へ垂れ落ちてきているのがわかる。僕、お願い、舐めて。切なげなおばの声を聞き、新一はベッドから首を持ち上げて唇を押し当てた。舌を突き出し、クレバスを縦にスッと舐めてみる。ああ、僕、おばの体がビクンと震えた直後、新一はペニスに生温かいぬめりを感じた。硬直がおばの口に含まれたのだ。縦膝をした新一の両ももを抱え込み、おばはゆっくりと首を振り始める。はい、次いきます。フェラチオを再開させるカナコ、竿の部分を手で上下にすりつつ、温かな唇のすべてを使い、舐めてはしゃぶり、吸い付いてはしごきながら極上の快楽を与えていく。ああ、おいしい。ママのおまこ。なんてエッチな味なんだ。本当においしくて、これならずっと舐めてたいよ。負けじとばかりに、卑劣を猛烈にねぶり回し、愛液をそそり飲む。ああ、すごいわ。そんなに激しく、しつ口に舌を入れ、内部をめちゃめちゃにかき回せば、かなこがたまらず断魂を話した。だがそれも一瞬で、すぐさま猛烈なおしゃぶりに戻る。はい、この69の描写ですね。69でも時には男性上位という描写もあるそうです。皮膚に舌を這わせたまま、あ、すいません、次もまた、可能小説の一部です。次いきます。はい、皮膚に舌を這わせたまま、タクヤは左に体を動かし始めた。あっという間に180度回転し、マサミの顔をまたぐ形になる。マサミの右手がペニスにあてがわれ、まもなく肉棒はマサミの口に含まれた。うっぐっぐむっぐっぐ、苦しげにうめきながら顔を浮かし、
強烈なアイブを加え始めた。ピチャピチャという陰猥な音が響き渡る。うん。まあ表現は結構エロチックな感じですね。うん、はい、シックスナインは、まあ、自分自身が若い時に経験したというだけであって、これについてね、女同士で話したことってなんかないんですよね。うん、たまたまね、付き合った人と盛り上がってそういう関係になったってことはね、うん、まあ、体験としてはあるとありますが、そのことについて、まあ、普通のね、セックスのことほど、なんか、うん、話さないですよね。うん。シックスナインについて、なんか友達と話したことがある人っています？なんか話さないですよね。うん。あ、ちょっとなんか、秘密の体験っていう感じですかね。うん。はい。それでは、結構、ね、半分ぐらい来ましたけれども、ね、まあ、性的な、表現っていうのは、まあ、こう、ね、その、加納作家の、によるね、分析を見ていくと、まあ、それなりに、ね、うん。今までの経験とか、感じてきたこととか自分の欲望とかをなんか頭の中でね、きちんと整理できたりとか改めて、素晴らしい感じ方とかをなんか認識できたりとかね、そういう経験に 役立つのではないでしょうか。はい、もしよろしければチャンネル登録お願いします。